い、こんにちは、レックチャンネルレックです。今回、なんか久しぶりだからちょっと緊張するんするな。今までちょっと仕事もかなり、特殊なクルーザーの輸入とかをやってたんですけども、今回ちょっとかなりですね、2020年、令和2年、大きな転換期といいますか、仕事に関しましても、今年1年目まぐるしくですね、いろいろと状況の変化等もあり、自分の中でですね、皆さんにいろいろな、例えばその行政との打ち合わせとか、あとはもちろん、今後日本に、今の今年オリンピックもありますので、いろいろなその経済の変動等も含めてですね、なんか面白おかしく船のお仕事、本当になんか自分がやってるのはすごくニッチな世界で、皆さんあまり見たことはないような仕事がかなり多いものですから、できれば面白おかしくそういったものを お見せしたいなっていうのを趣旨で、日々のルーティン動画をちょっと お送りしていきたいと思ってます。それとそのルーティンに合わせて、今回一つ自分の中でちょっとこう目標を決めまして、 FPCJ、 そのボディ、一般の人は分かんないと思うんですけど、ボディービルよりももう少しちょっとカテゴリーというか、肉体的にそのシャープな感じの大会があるんですけども、それに昨年本当はちょっと出ようと思って努力もしたんですが、ちょっとやはりバルクといって筋量が足りないので、一緒にやって教えてもらってトレーナーのことを相談した結果、ちょっときちっともう少し筋量を増やしてから来年トライしましょうということで、一応計画をしてまして、で今年の6月の28日にパンパシフィック沖縄オープンといいまして、6月なんですけども、沖縄でそういった大会があります。で今回 NPCJ という団体が名前を変わって FWJ ですね、フィットネスワールドジャパンという名前でですね、全国 何十箇所で何十回もそういった大会をやっている団体なんですけども、そちらの大会に出場したいと思います。でその日々のルーティン動画に合わせて、来月からですね、ちょっと、この動画を配信すると同時に、減量、今私の方が体重の方が、身長174センチで体重が81キロ、だいぶちょっと超えてるんですけど、ここから今約13キロぐらいですかの、減量に取り組んでいきます。やっぱり目標ですよね。第一は目標、何のためにやるかっていう、言ってしまえばその到達点が自分の中でもわからなかったので、日々筋肉トレーニングをやっててですね、その体重計に乗ってその、体重が減るのがいいのか、それとも見栄え的にやはりその僕ら男性から見てかっこいいなと思える肉体を求めるのか、それともそのよくあるタニタの体脂肪計を取ってですね、体脂肪率が極端に下がるというところを目標で持つのか、そういったいろんな意味で、いろんな経験もしてきたんですけども、今回一つの目標としてそのやはり大会とかで優勝している彼らの肉体とか筋トレのトレーニングの仕方とかを見て、やっぱり惚れ込んだというか、目標にしたいなと思ったので、トライしようと思って今回決意してみました。はい、ということで筋トレに関しては2017年くらいからですね、 YouTube、自分の場合は YouTube が一つの広告効果として、絶大な影響力を持つだろうなという当時の読みでですね、その編集方法だったりアップロードしたりとか、収益化した場合にはどういったものがもらえるのかとか、どういった形でね、そのアドセンスから入金されるのかとかっていうのを知りたい意味もあってですね、周りの当時その売れてたYouTuber さんの真似をして、ちょっとチャンネル登録をして動画アップロードしたりとかしてみてですね、その1日のその大変さだったり、どれだけの費用対効果があるのかなという趣旨でやってきたんですけども、やはりですね、今もうこれだけいろいろ YouTuber も増えてて、それに対して収益化とかいうよりも、僕としては今回自分のそのやはり仕事の配信をするという意味合い、
と、あとはもう自分のやってきた功績を記録として残すっていうところですね。まあ、それをそういった記録媒体で自分の写真だったり動画を撮るだけじゃなくて、せっかくだから何か自分が気になった時に記録として残せて、見たい時に見れるような状況で残したい、まあ、これがイコール YouTube っていう形で、まあ、せっかく、まあ、少し機材も機材といいますか、まあ、大した機材じゃないんですけども、まあ、カメラとかそういった、なんですかね、録画を残すようなハードディスクだったりとかっていうものを、準備したもんですから、ですからせっかくなんで、でしかもまあこういった2年3年経ってからなんですけども、かなりですね編集機能も簡素化されてて、もちろん iPhone と Mac で統一して作ってればね、結局 AirDrop で情報共有できたりとか、すごくやりやすくなってる環境なので、まあ、面白おかしくとりあえず動画をですね今後配信していければなと思ってます。もちろん体の変化等々もいろいろ載せていくので、もしもですねこの動画を見て何か参考になるという、形にしていただけるとすごくいいかもしれません。かなりハードな減量来月から入りますので、食事含めてですね。なので、ぜひ皆様ご興味あって見てもらって、好感度等持っていただけた方はチャンネル登録といいねボタンの方をお願いいたします。以上で、バイ。